そしたらですね、今日はカレーライス。今日カレーライス作ります。これです。ジャワカレー。ではね、今から人参、玉ねぎ、じゃがいも、剥きたいと思います。人参はね、こことここを切ればね、なんかいいみたいです。なんかかなり昔の人参とは違うんでね、かなりこう皮とかも剥かれてるような感じの洗い方してるんで、もうこれで十分だと思います。嫌な方はね、こんなのでこうピリッと切ってもらっても構わないと思います。とりあえず、じゃあ薄く取りますか。このピーラーね、切れるんですよ、すごい。これ。キャベツ、千切りにするときのね、ピーラーっていうんですか、キャベツをね、切るときの、道具らしいです。人参はね、こんな感じで、あんまり大きく切りません。人参はね、煮えるのがちょっと時間かかるんで、そんなに大きくは。包丁使いもいまいちですし、まあ、料理なんかこんなにやったことないですからね。この人参の香りがすごいんだよね。多分人参の香りを取るのにはね、炒める、多くすればね、結構取れると思います。人参の香り。もうちょっと。ずいぶん前にね、ちょっと玉ねぎ剥いたことあるんだけど、玉ねぎはね、このぐらい、こう、これはね、取った方がいいです。こう、このぐらい。このぐらいまで。この色だったら大丈夫。この色はダメ。この色まで。こんな感じの色、この色だったら大丈夫。芽が出てるね、もうね。これ少し芽が出てるね。なんか芽はね、取った方がいいみたいよ。これちょっと芽が出てるね。で、玉ねぎはちょっと大きめにザクザク、こんな感じ。こんな感じで、玉ねぎはこんな感じでいいです。それと、じゃがいも。じゃがいもは後にしようか。肉入れてないよと思ってる方。あれ、肉入れてないなと思ってる方。私、肉は入れません。私はウインナー。ウインナーもハサミで切っちゃいます。なんかね、肉のね、
味、たまにね、なんかあんまり、好きでないような味がね、するときあるんですよ。それが嫌なんで、肉はね、最近なんかあまり使わなくなった。そんな感じ。でもって、サラダ油。はい。炒め始めます。野菜はね、以上。あ、ごめんなさい。じゃがいもね。じゃがいもはね、実はね、後で入れます。じゃがいもはね、煮えちゃうんだよね、どうしても。じゃがいも蓋に入れようかな。じゃがいもはさすがに皮を抜かないと。これで炒めます。前回ね、シチュー作ったんだけど、なんかね、人参の香りもやっぱり嫌な人いるじゃない？いるじゃないですか。あの人参の香りがね、多分ね、炒め足りないんだと思う。炒め足りなくて、あの人参の香りが残っているような気がします。この間ね、結構シチュー作るときにクリームシチュー、人参ね、結構炒めたんですよ。そしたらね、人参の香りがあんまりしなかった。そこら辺ね、ありそうな気がする。なんか、だから人参はね、人参と玉ねぎは結構炒めちゃいます。切れなくなってきた。これ切れなくなってくんだよね。下手するとね、手まで切っちゃうから気をつけないと。包丁ね、上手に使える人はね、包丁で剥いた方が早いかもね。私は包丁いまいちなんで、こんなのでやるかな。あとはこんな感じ。大体でね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。やっぱりじゃがいもが入るとね、カレーも美味しいよね。カレーとか、売ってるとこ、カレーライス屋さん行って、まあ、カレー食べたいとき食べたりもするんだけど、やっぱりね、じゃがいもとかね、入った家庭用の、家庭の
あのカレー、家庭のカレーにはね到底及ばない、うん、と思います。ちょっとだね、飴色になるような感じ。もうちょい飴色になるような感じだといい。ちょっと蓋が小さいね。飴色な感じ。人参、じゃがいも、でもってね、じゃがいもは結構大きめに、崩れちゃうからね、煮込んじゃうと崩れちゃうから。これ半分にしちゃう？ちょっと小さいかな、これだと。取っちゃったらないか。これで、やばい、落ちちゃった。うん、人参がね、飴色になってきてる。人参、飴色になってきてます。まだもうちょっとだね、これね。もうちょい、もうちょい焼いた方がいいかな。もうちょっと焼きます。もうちょい炒めます。今は中火ぐらいだね。中火。いい感じだよ、でも。いい感じです。いいかな、こんなもんで。よし、いい。これにね、水を入れます。まずね、ガラスープ。ガラスープ。それにね、カレー。カレーはどこでも。これ一袋じゃ足んねえだろうな、多分。なんかそんな感じもする。一袋半だね、これ。半分残ってるやつ、一袋半にします。多分一袋半だと、一袋でなんか2皿分みたいなこと書いてあるけど、ちょっと足んないでしょ。 OK。
やべ、じゃがいも入れるの忘れた。じゃがいも入れるの忘れちゃった。カレー入れちゃった、先に。先にカレー入れちゃったよ。やばい。ちゃっちまいました。煮込まないとないのに、やべえ、間違った。これでちょっと煮込むわ。じゃあよしっと、焦げないように。じゃがいも、人参、玉ねぎ、茹でまして、まあ茹でるというか煮込みまして、その後カレーのルー入れました。でカレーのルー入れて、隠し味にね、最後にね、あのコーヒー、小さじ1杯半ぐらい入れたかな、これ入れました。いい感じだと思います。こんな感じ、まもなく出来上がりです。まあ、じゃがいも入れて、そうだね、10分ぐらいは茹でたと思います。じゃその間にサラダ作ってあります。やはりね、カレーにはサラダですよね。こんな感じで作りました。あと今から、分けて食べたいと思います。やばい、ご飯炊くの忘れた。ちなみにね、サラダはね、カット野菜を使ってます。あの玉ねぎとか入ってるね。それにね、チーズ、カニカマ、チーズとカニカマと、カットサラダ、玉ねぎをスライスしたやつが入ってる。まあ、これと、付け合わせにトマト、プチトマトだね。やっぱりね、このサラダが美味しい。はい、ということでね、一からね、一人で作ったのは多分初めてかもしれません。いい感じでね、できてます。サラダも好き。ラッキョウ好き。福神漬けはちょっとないですけども。もうやばいよ。よだれが出てきてる。いい感じです。ほら、じゃがいももね、こんな感じで、いい感じだと思いますよ。お、いいね。ほら、ちょうどいい感じ。ちょっと食べてみます。じゃがいもだけ。めっちゃうまい。やばい。めっちゃうまいな。ちょ、ルーは？めっちゃうまい。やばいやばい。美味しいです。人参は？人参もね、多分結構炒めたんでね、美味しいかと思います。食べてみます。人参のね、臭みがない。やっぱり。やっぱりね、炒めるのが正解だね。人参の臭みがない。ましてね、甘みがすごい。甘みがね、結構出てます。あ、人参は正解だね。やばい。マジうまいわ。じゃがいももホクホクにできてるし、これ、じゃがいも。ほら、ね、人参もね、いい感じで焼けてます。焼けてるっていうか、煮えてます。すごい美味しい。はい。じゃあ本格的にちょっといただきます。
食べさせていただきます。いただきます。